していってね。早速向こうはまたヒットです。試合に入ったみたい。多分ヘッドが違うというのもあるのかも。ブリラバというヘッドをつけています。横の断面が大きく取ってあり、タイガーバクバクと甲賀の間みたいなやつです。最近はヘッドが大きく見えた方がいいみたいで、タイはそちらの方へ流れていっています。引き重り抵抗もあまり感じませんね。ですがスーッと上がってくるのではなく、若干ブルブルしながら上がってくる感じがします。もしかしたら波動効果があるのかもしれません。上がってきました。先ほどよりは小型ですね。私にも来ました。今回もダブルシステムです。下の方に傘を。やはり水深が深いのでこうなります。あっちもまたヒット。私も来てる。向こうも結構暴れてるな。釣りをしていたら結構ありますよね。ヒットがみんなに来るって瞬間が。向こうは上がってきた。キジハタだね。40センチぐらいかな。最近強いブリラバ。片手で釣りながら片方は空気抜き。刺す場所を教えています。誰でも簡単にできますね。
してきました。40ぐらいはあるかな。はい、また来ました。まさに試合に入ってます。今回はガンガン来るので小さいかな。けど多分大ですね。今回は 100m ぐらい流しました。少しドラグ調整。30cm ぐらいですね。はい、またヒット。私だけ釣れて申し訳ない。すぐにあげますので。意外と早く寄ってくるな。けど結構重い感じ。たまにずっと来る。急に走り出した。これ青物だ。そういえば最近電動ジギングやってないな。ライン巻き替えてからほとんどこればかり。電動ジギングは3号、平場は 1.5 号だからな。すごくグワングワンする。この動きがダイレクトに来るな。隣もまた釣れてる。
ットと音楽の調和。もうそろそろなんだけどな。急に力が上がった。結構走るな。またどんどん出ていく。瞬間間大だから慎重にしないと伸びてしまうからな。貫通力重視なのだ。あとはテクニックで補う。どんどん来るぞ。これがテクニックの電動巻き上げじゃ。この海域ではまだ負け知らず。やっとここまで来たぞ。時間かかったけど結構小さいね。70センチぐらいはあってほしいな。今回は背骨を切断します。一撃必殺、三足包丁からの縦割り。背骨硬い継ぎ目に入れば一撃なんだけど。完了。うまく決まったから気がすごい。床に落ちる音が伝わる。また釣れた。休んでる暇もないな。少し緩める。さっきのブリで少しきつく締めていたからな。早送り。やっぱりシーアンカーがいい仕事してますね。風があったらこれがないとダメだね。
時には邪魔になるかもだけど、ここまで小さいやつだと片手でも回収できますからね。上がってきました。今回は上の方にマダイ。はい、向こうもまた来てます。試合止まらない状態。早送り。手伝いに向かいます。塩でぐるぐる回る。今回もマダイ。40センチぐらいかな。また来てますね。今度のは大きそう。上がってきました。結構大きい。60センチぐらいあるかもね。また来たぞー。またタイかな。いい感じの重さ。タイの引きではないな。巻いている途中で弱まったから、多分ハタケイ。上がってきました。キジハタの大きいやつ。これでストップフィッシングにします。これ以上釣れてももうどうにもなりませんので。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。また見てね。